ざっと3発目で倒したラリアット、喉元にガサリと振り抜く井上京子。しかしニコルのこのエルボー怪力、お客様にタッチを求めております井上京子。さあこの辺り日米鳥獣対決といったところでありましょうか。しかし京子のエルボーも強烈だ。さあエルボーを返していく。しかしニコルもさあパワーではどちらが、あっと今度はニコルのラリアットショートレンジで吹っ飛んだ井上京子。そして今度はさあ倒立式のボディープレスカウント2。さあビッグバンニコルが今度、あっとヒップドロップ。さあ誰もいなかった無人島に漂着状態ビッグバンニコル。さあ今度は井上京子が、さあ上げるのか京子、上げるのか。さあ上げてくれ京子。あっと逆にブレンバスターはビッグバンニコル。さあさあもう1回コールを巻き起こして、さあ今度は逆襲のブレンバスターいくか。しかしニコル重い。ニコル、あっとニコルのこのパワー。さあしかし今度はさあ京子がサミング、さあ今度は投げられるか。あっと井上京子3度目の正直ブレインバスター。そして伊藤香織にスイッチ。さあこの伊藤のパワーにも定評があります。さあフットスタンプ、プロレスだけではなく総合格闘技でも戦います伊藤香織が先頭。さあものすごいこの先頭カウント2、サリーがカットに入る。さあ伊藤香織が何を見せるんだ。さあ得意の裏投げを狙うか。しかしこれはエルボーで返していくビッグバンニコル。さあニコルがあっと逆に返していく伊藤香織。あっとラリアットかわして、さあニコルがベイダーアタックか。さあまさに女ベイダー。さあと今度はさあ身軽な動きローリングしての浴びせ蹴りでしょうか。ローリングアタック、さあ首をかき切ってヒップドロップ、全体重230パウンドが打ってきたカウント2。さあそしてこのチャンスにサリーがいけるか。さあ先輩なんて構いやしない、下克上果たしてくれサリー。さあサリーがストロングディアナストコン。さあバックを取ってジャーマン見せてほしい。さあお客様の手拍子、手拍子起きていくが、さあエルボーをかわしていく。さあサリーもよく見えているぞ。しかし薫のこの一撃。さあ負けるなサリー、サリー負けるな、負けるな。エルボー、あーラリアット至近距離。10分経過、10ミリッツファース。さあ試合時間10分を経過してタッグマッチ20分の一本勝負であります。さあ今度はあっと逆にトロート丸めていく回転エビカウント2。さあ今度は京子に対しても分断していく。さあタッグマッチ分断するチームやはり有利になります。タッグマッチの起点、おっとさあニコルの、あっと下から伊藤香織の両足。さあ今度は伊藤香織、あっとパワーボムさせない、あっと裏投げ。さあそして場外戦に移行するのかお気をつけください。
選手の周り風呂かけてください。お気をつけください。伊藤薫がスライディングキック。さあこの辺り身軽な動きも見せてまいります伊藤薫。さあまさに縦横無尽な戦いぶり伊藤薫。さあ今度は井上京子にスイッチしたぞ。さあサリーがこのスライディングキックのダメージでダウンしている。さあここで帰ってきた。さあサリーはピンチ、サリーはピンチ。さあサリーコール、サリーサリーサリーとサリーコールオフティックが。さあ京子のラリアット、京子ラリアット、ボールの体勢耐え固め、これはニコルがカット。さあ京子がサリーをさあ捉えるか。ニコルを分断していつの間にか伊藤薫も対角線、対角線。さあ狙っているぞ赤コーナー陣営。あとラリアットは同士打ち。さあサリーがさあカサドーラか。さあ丸め込んでいく。さあカサドーラカウントは2。さあサリーがいった、サリーがいった、もう一発。おっと今度はフットスタンプ、そして顔面にドロップキック。さあ代表なんて関係ない、試合になれば関係ない。サリー、さあディアナ代表の井上京子に対して、そしてさあニコルも入ってきたぞ。再びローリングアタックから、さあサリーがフィッシャーマンズスープレックスホールド、網打ち式カウントアツ。さあカットが入らなければというシーンでありましたが、さあサリーはチャンスだ、サリーはチャンス。あっとここで伊藤薫がさあサリーを捉えて、さあ京子が雪崩を狙うのか。さあこの6月の川崎市に雪崩現象、雪崩式ブレインバスターフォールド体勢。カウントはカウントは2だ、カウントは2。サリーもよく返した。さあ場外ランプお気をつけください、選手の周りお気をつけください。さあニコルが吹っ飛んだが試合の権利は京子とサリー。さあ京子が、さあパワーボムエビ固め、13分48秒井上京子選手の勝ち。さあ最後は井上京子が問答無用のパワーボムからエビ固め、勝利を収めてまいりました。ワールド女子プレス、ディアナ帝京試合タッグマッチ20分一本勝負は13分48秒エビ固めで伊藤薫、井上京子組の勝利です。
サンホールの体勢、あっとこれはバンクーバーキャットカットに入ります。さあ菊太郎がフィニッシュ宣言、まさかの逆に投げられて、そしてじいちゃんがあっとラリアット出されて、バックの取り合いだ、バックの取り合い、バックの取り合い。さあ合体攻撃が出るのか、手つきが怪しいですよ、手つきが怪しいですね。菊太郎が狙っているぞ、覆面なのに目がやらしい。さあ菊太郎あった、さあこれはキャットが阻止する、危ない。さあ痴漢を倒せ、バンクーバーキャット、あっと急所蹴り、あとじいちゃんがこんなことしていいんでしょうか。さあ父を揉みながら投げていく、そして今度は菊太郎に喉落とし、チョークスラム。さあじいちゃんが空中サップを狙うのか、スワンダイブから、スワンダイブから、さあガワイトンボム、スワントン。さあ体固めホールド体勢、 The winner is ガワイじいちゃん。さあ最後は見事ガバイじいちゃんがスリーショット、12分48秒でガバイじいちゃん選手の勝利です。いやー富山さん、じいちゃんね最後見事でしたね。はい、しかしガバイトンボムですか、ガバイトンボム。しかしね、キャットのね胸を揉んでましたんで、若返し子も取り戻したような動きでしたし、ちょっとバンクーバーカットをね抗議しますけども、はい、いやーこの第一試合はこのガバイじいちゃんの勝利となりました。2 3。さあちびっこは、ちびっこいけ、ちびっこはラリアットだ、レフトハンドのラリアット。いやちびっこなかなかプロレスセンスがありますね。ですね、なかなかの。さあ将来はぜひ覆面マニアに入ってください。さあ5、場外カウント5、場外カウントが進んでまいります。6 7。さあ8、もう一人ちびっこ頑張って、今度は強烈な張り手ちびっこ。さあ場外カウントは10になりました。さあ20以内に戻らないと11負けになってしまいます。さあどうなるんだ、あとさあ備品は壊さないでくださいよ、備品は弁償になりますよ。さあフロンターレのスタッフも戦々恐々であります、ドキドキして経費がかかってしまうプロレスの試合。カカオ頑張れ、さあここでなんとか戻ってまいりました。さあ他の選手はどこ行ったんですかね、富山さん。カブトムシはこれ大丈夫ですか、ピンチじゃないですか、カブトムシやられてないですかね。カブトムシの中には行ってないと思うんですが、はい、カブトムシはダメですよ取ったら。さあしかしリング上はさあカカオとモラド、ボールの体勢、カウント2、アウト2。さあ完全に、他の選手を見かけたお客様は本部席へご一報お願いします。さあシングルマッチ状態になってしまいました ね富山さん。6人タッグマッチ、3対3の予定でしたが、あと4人いるんですけどね。そうですね、どちらへ行ったか、はい。さあしかし今度はミステルカカオゼロ戦キック、バーレスクガールズの横に何か、ああいましたね。さああれはカブラレですか、あ、戻りましたね。マスコットからの、さあカブレラも乱入するんでしょうか。え、まあ、でもちょっとね、あれ体が球体なんだ、リングの中入れないと思うんですよね。はい、通り抜けられない、はい、通り抜けられないですね。さあしかしリング上は、さあカカオが反則であります。さあ今度は逆水平も、さああっと今度は音量も返ってきた、いつの間にか音量も返ってきた。そしてスペルチノ、さあ今度はスレッチハンマー、さああばらのあたり攻め立ててまいりますスペルチノ。さあ今度はフライングメイヤーから、さあ何やら物騒な発言ですか、大丈夫ですか。日本語が上手ですね、堪能でございま
ます日本語が。そうですね、あ、中国出身の割には、そうですね、中国出身の割には日本語すごい堪能ですね。さあしかしカモ、さあマスクマンにとってマスクは命、顔は命。さあエルボー落としていく、これは危ないぞ。モラド試合が10分経過。いや、なかなか長い試合になってまいりましたが、富山さん、はい、さあこうなるとこっからはちょっとこの赤コーナー陣営がチャンス飛びたか、音量がこの辺りゼロ戦キックか、打点が高いぞ、ホールド体勢。さあさあ2カウントです、カウントは2。さあちょっとティグレ軍いいところがないか。さあ音量がボディスラム、そしてミステルカカオ。さあその彫刻のような肉体を誇っているミステルカカオ、さあ今度はロープに飛ばして、さあカニバサミから、さあ富山さん、この技はプロレス技の芸術品、あの技が出るんでありましょうか。はい、皆様注目です。さあ手拍子が大きければ大きいほどパワーになるロメロスペシャル。さあロメロスペシャルであります。筋肉マンでいうところラーメンマンが得意としていた、さあプロレス技の代表選手、そしてそのままカベルナリアに移行していくメキシカン系のストレッチ、カベルナリア。さあこれは見かねてスティングレイがカットに入りましたね。さあしかしティグレ軍のピンチは続いております。やはりカカオチームがちょっと優勢な、ちょっと優勢ですね、はい、これまでのところカカオ軍が優勢であります。さあちょっと力がないか、モラド、このチョップがねやっぱり重いんですよ、カカオの。さあティグレ軍巻き返したいが、ああ真っ赤でやります、胸板が真っ赤だ、モラド。さあ今度は首をかっきるポーズ。さあカカオが、さあブレインバスターの体勢。さあブレインバスター、ブレインバスター、さあこらえていく、モラド手に投げていった。さあこれはティグレ軍、富山さんチャンスじゃないですか、タッチしたいですよね。そうですね、ただメキシコルールなので、あ、そうですね、ノータッチルールなんですけども、はい、できます。まあ選手の中ではタッチというのがこのタックマッチ重要になっております、体の中に染み付いている、はい、さあそして今度は逆に振られてしまったが、さあエテルナ、さあうまくかわして同士打ちを誘ったぞ。さあこれは逆にチノの頭が音量の股間に、やはりちょっとあの世からの出身の方でも、そうですね、やっぱ痛みを感じるということで、さあそして投げるか、投げていった、エテルナが、エテルナアローかファルコンアロー、カウンター2、カウンター2ですね。さあそして今度はおっとちょっと足を踏み外したが、しかしその場飛びでムーンサルト、カウント2、この辺り華麗な動きエテルナ。さあ今度は、さあラリアットはスティングレイ、さあスティングレイがラリアット。さあ今度はチノに対してパンチ攻撃、さあコーナーに飛ばすが逆に振り返すスペルチノ。さあ中国からの動きを、あっと逆に担いでいく、担いでいくスティングレーがパトリオットボム。さあ強烈な一撃パトリオットボム、カウント2。さあ3じゃないのかと抗議をしておりますスティングレー。さあ今度は右フックから、おっとこれはラリアットかわして、さあチノが、さあこの辺りゴリバスターか、カウント2、
カットに入りましたね。さあ一進一退ですねこの攻防。さあしかし一度がキックのコンビネーション、あったマンハッタンドロップ急所打ちであります。そしてドロップキックへモラド。試合時間15分経過。さあ長い試合になってまいりました。今度はモラドがトップロック、おっと下から音量。さあ音量がトップロープ長らしくフランケンシュタイナー雪山遭難役一名。さあホールの体勢カウンター2。さあ今ちょっと脳天から刺さったので ね心配ですね富山さん。さあそして音量がダブルアームこれをこらえる。さあモラドがこらえたぞ。さあ逆にかわしていくが、さあモラドがトップロープミサイルキックは顔面。さあそして今度はカカオが入ってくる。さあダイヤモンドカッターかスタナーか。さあこれはチャンスだ。そのままフェイスクラッシャーモラド。さあそしてクロスフェイス顔面を締め上げてまいります。クロスフェイスしかしこれは知能がガットに入った。ああしかし蹴散らされていく。さあこれはカカオピンチ、カカオピンチですよ富山さん。3対1になっております。はいちょっとカカオコール欲しいですよね、はい、カカオ。さあカカオのピンチがさあ続いてるが、さあカカオこれは危ない。さあティグレ軍がジェットストリームアタックか3密体の攻撃。さあ今度はカカオを寝かして、さあ打てるなが、あとこれは何ですか富山さん。初めて見ますね。さあフロンターレと叫んでから、さあまずはモラド、そして今度はエテルナ、最後はスティングレイ。ボールの体勢カットに入りました。今ちょっと危なかったですね。危なかったですね。さあしかしカカオのピンチは続いております。さあ危ないぞ。さあしかしカカオが風車式のバックブリーカーケブラドーラコンヒーロー。さあそして今度はクロスチョップ。この辺りはこの川崎氏がまるでフロムメヒコ。さあ今度はトップロープ。さあダイビングのボディアタックホールド体勢カウント3。でもねミサイルカカオシートマット、土を食べますので、で、はい、一番この風呂敷さな木になりますので、あの飼育セットの中が風だらけになってしまったら、土を取り返してあげないとね、餌がなくなってしまいますのでね、皆さんぜひそこはお気をつけて。そうですね、私のお家では飼育ケースに10匹入れてるんで、土がもともとたくさんあるんですけど、3月と11月くらいに私は変えてます。で、2回くらいで、ただ皆さん小さい飼育ケースで飼ってるとそれだけ土がもともとの土の量も少ないので、はい。はい、で、その餌となってる土がなくなってくると、あの表面に糞がコロコロ浮いてくるので、それが浮いてきたらその取り替えの合図だと思って、はい、ただこの時期、サナギになってるので、サナギの時期ってあのすごくデリケートなので、触ったりしたらいけないので、もうサナギになる前の3月とか4月に交換するのが一番いいかもしれないですね。ここでもう一個問題です。じゃじゃん。はい、カブトムシは大人になってから体が大きくなる、ならない、どっちでしょう。
大人になったら見てもらって、育てた大学の人はい、